はい、デミオラに聞きたいコーナーということで今日も語っていきたいと思います。すっかり暗くなってまいりました。専門家のデミさん、よろしくお願いします。今ぴったりだもんね。あの今日も語ってきて、本当一日使って語ってるもんね。語ってます、語ってますね。はいはいはい、皆さんからのねご質問、お悩みたくさん寄せられております。一つ一つね答えてってるんですが、今後はまた精査して、極力あこのコメントはぜひ答えたいなというものをね、答えていきたいなと思ってるんですが、今日で懲りたんだよね、うん、まあ、分かんないですよ。あの次まで別に1ヶ月取らなくても、でもその次にはすんげえ溜まってるはずですから、まあ、それ精査するのがまた大変になってきますからね。ちょっとでも皆さんこんだけあのご意見ね、ご質問があるっていうのは分かりましたんで、僕らはもうちょっとあの安易な気持ちで始めたんですけれども、あのがっつりガチだということで。だってそうなんですよ、1日に1本今上がって、初めなんか 5本ぐらいで、はいはいはい、まあこれぐらいだったら苦にならないなっていう、週に1回取ってまあね、それで回していけばいいかなと思ってたんですけど、もうこれ取りまくってても追っつかないっていうのが大丈夫ですよね。上げる人が1週に5本あ1日に5本ぐらい上げてたらどん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 ね、あれかもしれないですけど、まあ、それはさすがにね、まあ、できなくはないですけど、みんな見るのかいそんなにっていう話で、やっぱり1日1本ぐらいが限度じゃないかなと。まあそれを楽しみにね、ちょっと時間をパッと見て、うん、10分見てへーっていうっていう形で、質問お悩み受付中でございます。QR コードからフォームで、エントリーしていただくか、 YouTube のコメント欄でも受け付けておりますのでよろしくお願いします。お願いします。さて、今回はご投稿いただきましたカレンシルビア、ビ、いや違う、ハンネカレ、ハン、あ違う、ハンネ、ハンネは違うんですね、カレンシルビーさん、はい、さん、はい、ありがとうございます。二人に聞きたい、これタイトルまで指定されておりますが、まあちょっと YouTube のタイトルはね、まあ、別かもしれないけど、ゴリゴリに 3D プリンターで作ったオリジナル外装パーツを持った状態でも内部カスタムは可能、うん、っていうことで、これをちょっとさ、あの電波少年風に言ったら面白そうだよね。ゴリゴリに 3D プリンターで作ったオリジナル外装パーツを持った状態でも内部カスタムは可能くらいな感じの勢いではいや、あのこと俺この間、初めて容姿見たんですけど、はい、今おばちゃん化してるんですよ。え、男性ですよ。どっち？男性なんですけど、服装がおばちゃん化して可愛くなっちゃった。どれ？誰？その声の人。おお。このタイトルとか、あのめちゃイケの声も一緒ですね。はいはい、はい、そうですね。この人じゃないですけどね、はい、ということで、まあ、ちょっと話がそれましたが、こんにちは。パドックさんのカスタムメニューのアンブレイカブルの耐久性には本当に信頼しています。ありがとうございます。私ももともとミリタリープラモデルのオリジナルパーツを作りたくて、うん、高2から独学で 3D CAD を始めて6年になりますが、1年ほど前から某配信者さんの変態銃紹介に憧れて 3D プリンターを活用した SF 映画のレールガン風バレットの外装だけフルカスタムに挑戦したので、エアガンの見た目が全部変わった状態でも持ち込み内部カスタムは可能ですか？デミさんとオラさんに聞きたいです。可能であればパドックさんがもっともっと好きになりますということでね、ちょっとあの画像は参考で広いものっていうことでちょっと皆さんには見せられないんですけど、こういう銃を作りたいと、まず一番最初に僕は大賛成なんですよ、はいはい、あのいいなと思う、その 3D プリンターの可能性ってユーザーさんがバンバン広がって、うんうん、高2からやってましたとかって、はい、すごい僕は応援したい、はい、独学でやって6年、うん、今やってると。まずね、問題は俺が CAD を使えないから、うん、それをどうやったら出来上がるかって分かんないけど、うんうん、やってこうやっていろんなオリジナル形にしたいっていうのは、うん、ものすごい情熱を感じて好きなのよ。あの自分もそういうのをやりたいと思っていろいろやってみたんだけど、うん、そういうあのデジタルのことができないから木材買ってきて穴開けて削ってみたとかそういうとこから始まったんだけど、あのぜひとも僕は協力したい、そういう子には、うんうん、そういう子にはって失礼だよね、年齢が分かんないけど、そういうユーザーさんに、まあ逆算すると高2から6年目になるんですから、6年になります。でも今78かもしれないじゃん。なんで
6年間しかやってなかったっていうこと。あ、間が空けてんのね。今年はやめよう。今年そんなおじいちゃんなんですよ。 3D CAD がないでしょうが。いやいや、もう未来を見せて 3D プリンターってなんだよっていう時代でしょうが。まだかもしれないけど、はい、じゃあ答えから言うと、まあ、おそらく若い方だと思いますけどね、条件付きになっちゃうんですけど、うん、受けられると思うんです、はい、まず条件1、うん、分解の手順を、うん、指示書をください、はい、ここのネジがこれを仮に止めてるの で、はい、でこことここを外せばここが取れますよとかっていう、でこれがね分からないでバンバン外していくと、はい、ダミビスっていうのがやっぱあるんですよ、うん、見た目にかっこよくするために、うん、このダミビスをネジ絶対取れないけど舐めちゃったとか、これあるんで、はい、これ怖いんですよ僕らも。ここの順番じゃないと本当は取れないのに、そうそうそう、折れちゃったとか、でセーフティーポジションじゃないと入らない時に分解しちゃったとか、はい、セミオートのポジションじゃないとこれはまらないのにとか、うん、あるん、作った人じゃないとわからないですね、わからない、うん、これはね、あの難解なパズルになっちゃうので、うん、知恵の輪だね、要は知恵の輪知恵の輪いきなりやってくださいって言われても、いやちょ、いやいや、ちょ、わかんないですけど、壊していいんだったらやりますけどっていうね、そう、その条件2になっちゃうのは、壊していいんですけどになっちゃうんですよ。はめ込みがもう取れないんですとかいう時、はい、ぶっ壊してもいいですから外してくださいっていうのと、うん、いや両方傷つけたくないんで外してください、これ後者だとうち断っちゃうんですよ、はいはい、あ無理ですじゃあって、傷を片方を殺しちゃってもいいけどこっちを生かしてくれればっていうと、やり方の選択肢がバッて広がるんですね、うん、最悪こっちを切っちゃえばネジが噛んでるのは取れるねとかっていう判断になるんですけど、両方とも傷をつけないでっていうのは、僕の持ってる技術力じゃできないんですよ、うん、片方を犠牲にするんだったら傷だけつけて終わって、傷はついちゃったけど取れましたよって、また使えますよっていうバージョンもあれば、うん、もう完全にぶった切っちゃってるからもうダメですよっていうバージョンもあるんですけど、うん、手順とその壊れるかもしれないリスクを教えといてもらえれば、ここのパーツがちょっと脆いですって、はいはい、でさらにそれだけ言っても、これだけ言ったら申し訳ないんだけど、それでも壊れる可能性がゼロじゃないんです、そういうプリンター系のって、うん、先がこう今サンプル品いただいてるんですけど、強度ですよね、こういう肉抜いたところの、はいはい、でペコペコになってたら、持ってこう打っててこの材質が硬すぎたら今度はバキッと折れるっていうこともあるので、うん、しなりがない材質とかもあるので、そういうことを、事前にこう分かる範囲で言っていただければ、もう極力協力したい、内部は。だってうちのハイプロがこんなにいいって言ってくれてるんだったら、うちのオリジナルチューンなんで、ぜひとも施工してかっこいいでしょってやってもらいたいっていう、別の見た目もかっこいいししっかり打てると、そうそうそう、うん、それをやるで信頼して出してくれるんだったら、信頼に応えなきゃいけないから、うん、できねえっていうのは簡単なんだけど、できる限りやってあげたいっていうか、商売抜きでもそういう努力をしてる人のはやりたい、なんか違うじゃんこう意味合いが、僕は信頼してるからここにしたんだって決めてくれてるっていうのが、うんうん、なんでまあまずはねご相談いただければとは思うんですけど、まあ、デメ以外だとやばいと思いますよこれ。でしょうね。若いのに言ったら無理ですね。で言って終わりになると思うんですよ。いやちょっとそういうのは受けてないんでって言われる可能性もね、あると思うんで、ぜひデメさんにちょっとお話がと。リスクマネジメントをしなきゃいけないので、うん、そのリスクマネジメントが、もちろんなんだ。カレン・シルビーさんがこう納得できるリスク管理、うん、ここまでだったら僕は、うん、いけます、これ作り直せますっていうようなのがあるんだったら、ここの強度とか言ってくれれば、そこを念頭に置いて工房で精査するというか、こうどういうアプローチをするかだよね。ここビニハンやばいからって、本来はビニハンで外すところだけどビニハンもダメだからって言って、くさび作ってくさび入れて樹脂のくさび叩こうかみたいないうこともしなきゃいけない。ただその場合はちょっと高いですよやっぱり。まあ、工賃としてはね、うん、それよりは手間かかっちゃうわけですから、そこはちょっとご了承いただかなくちゃいけないところでありますね。ちょっと高いんですけど、その値段も含めて相談した方がいいです。やってみないと分かんないんですけど、初めからできないっていうのは簡単だけど、こことここやばいよみたいなとこでも注意書きでも、ね、箇条書きでも、うん、いいんで、まあ、ちょっと一覧でも出してもらって、あんまりこんなになっちゃったらね、分かんねえよっていうかもしれない。それかこのまたこれも条件付きなんですけど、メカボックスだけもし外装組んで出た場合、はいはいはい、メカだけ送ってもらう、うん、で
内部の設定とか断速とかちょっと測れないけど絶対安全圏を持った設定にしてお出しするってこともできると思います、うん、はい、それでご自身で入れてもらう、そうそうそう、だから内部はもうそのセットアップでやってるから組めてるよっていうのだけは分かってるので、それもどうかなと思いますので、ね、お近くかどうか分からないんですけど、お近くであればぜひ来ていただいた時にね、はい、デメさん動画で質問したって言っていただければ、忘れてなければ、うん、あーってなります、まあ、この画像は忘れないですよね。そうだね、なかなかね、かっこいいもんね、これも 3D で作ったやつなんですけどって、これ DMR をベースとかにするとね、こういう感じのかっこよさになる、まあ、一応モザイクかけてちょっと出してるかな、わかんないけど、はいはい、なんとなく目を細くするとなんとなく銃が分かるかもしれないですけどね。俺 AV 見ても細くやつも見えなかったんだよということで、まあまあ、まずはお気軽にご相談いただければ、ちょっとデメさんお願いしますと言っていただければね、がこの、うん、この件に関してはその方がいいかな、動画であの質問に答えてもらったものですって言っていただければちょっとね対応させていただこうかなと思いますんで、冷たい対応するやつがいるかもしれないんで、それまずいんでね、これせっかくこんなに言っていただいてるんだったらぜひとも、はい、もうそんなやつはねもう鉄拳制裁は変わらないんで、どういう気を聞いてるんだろう、殴らないけどねっていうねはい、ありがとうございます、はい、参考にしていただければと思います、ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK、 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。